はい、コートですね。はい、これはもう最も有名なバーバリーなんですけれども、パッと見は何事もなさそうなんですけれども、ちょっと近づけていただきたいんですけれども、このような変色ですね、黄ばんだ、こういったシミがね、無数に付着しています。はい、最も、激しく変色しているんですけれども、はい、もう生地全体にね、このように広がっている状態です。はい、まあ、少しやってみますけれども、もうここまで、シミが広範囲に及ぶとね、もう手作業ではとてもじゃないけどね、処理しきれませんので、また全く別な方法でシミ抜きしていくことになるんですけれども、はい、まずはね、耐久テストも兼ねて、まあ、バーバリーの場合はね、割と生地自体がね、しっかりしている場合が多いんで、染色も含めて、はい、おそらく問題ないとは思いますけれども、まあ、ほんの一部分ですけどね、この辺りを漂白してみたんですけれども、地色もね、大丈夫そうなんでね、まあ、洗浄しながらね、漂白を兼ねた洗浄をしながら、全体を、効率よく除去していきたいなと思います。はい、ビフォーでアフターですね。はい、まあ、取れるという確認です。